オイル寿司というのは日本の米農家のことを考えて、日本のいい米がちゃんと世界に行くための寿司で、醤油とかつけないのでお米の質が良くないと美味しくならない寿司なんですよ。まあ日本のお米の生産技術で飛び抜けて世界最高峰なので、そういうのを使ってお寿司がちゃんと世界に羽ばたいてて、日本の米農家の人が末永くちゃんとお米を作っていけるようにするために考えたお寿司です。これオイルと塩なので味をこうね探しに行くんですよ。味を探しに行って、してオイルがあると味蕾が開くので、旨味を感じるポイントが顔を出す、なので魚の味とはよく分かる。オイルの剪定ですが、一応、色で合わせるっていうのがあって、カサゴとかだとアプリコットオイルとかオレンジオイルとか赤エビとかだと、必ずこう分解していくと同じ成分が最後すごくこう同じ成分があるんです。それがあの味のつなぎ役になってます。で、今までは全部醤油なんですが、醤油って塩分が 14% あるので、大体10缶ぐらい食べるとお腹いっぱいになってきます。これオイルなので、オイルが食べるとこう舌の中にこう白いつぶつぶがある。あれが開く、味を分析するのがあるんですけど、そこのところが開いてくるので、魚の味とかより分かるようになります。で、それと油なので、ワインの酸味で中和するっていう。で、これ40缶とか、下手すると50缶ぐらい食べれちゃいます。なぜかというと、ご飯の酸味があって、油があって、で塩なので、ビネグレットソースになって、お互いこう中和し合いながら食べるので、いくらでも食べれる寿司なんです。よろしくお願いします。お願いします。アイコンタクトになるから相手は先回ってないから、こういうことになる先回ってるまでこうチャンネルを合わせて、はい、そこまでだったら、はい、
ここにも。これで終わり？それで終わりはです。Thank you.